どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。はい、今日は木曜日恒例ハイボール選手権です。はい、今回のハイボール選手権は日本の蒸留所対決ということで、10本選んでます。先週までの結果、こうなっております。はい、だいぶね、優勝ボトルも絞られてきました、優勝候補が。僕は対決の前には、まあなるべくねその日の対決の、先入観を持ってねやらないようになるべくこの勝敗表は見ないで、今日の対決にも臨んでますけど、大体のところはさすがにもう覚えてますね。優勝候補のボトルが何本か、あとは勝ち越せるかどうかっていうボトルが何本か、あとは負け続けのボトルがどうなるかとかいう、まあね、なんかこう楽しみはまだまだいろいろあります。で、全9戦ですよね、10本ボトルがあるんで。で、今日は第7戦の最終試合になります。はい、後半の一回り目が終わるということになりますね。今日で7戦終わります。はい、ということで本日の対決はこちら、日課の対決です。宮城京対与市。はい、日課、マッサンの日課です。日課の対決ですね。なかなかね、サントリーのウイスキーがめちゃめちゃ高い昨今、日課をもうちょっと見直しましょうと僕は言いたいですね。シングルモルト、ジャパニーズのシングルモルトの伝統ある与市宮城京、ともにめちゃめちゃ美味しいですよ。そしてほぼ定価で買えます。見直しましょう、皆さん。山崎白秋だけじゃないです、日本は。はい。ということで、今日はこれの対決です。早速、ハイボールを作っていきましょう。はい、このハイボール選手権は、のね、先ほど選んだ10本で、ずっと総当たりでやっていくことになります。日本を選んでですね、同じ条件でハイボールを2つ作ります。同じ条件っていうのはこうやってね、冷えたグラスに、これはね、氷で冷やしてます、グラスを。で、溶けた水は捨てて、で、冷えたグラスに氷を満タンにして、そして、グラスの大きさは300ミリリットル入る大きさのグラスを使ってます。同じグラス2つです。で、冷えたグラスに、で、ウイスキーは共に30ミリ測って、同じ条件のハイボールを2つ作りまして、そして僕がですねそれをしっかり飲み干して、今日はどっちが美味しかったとか、そういうことを決める選手権です。選手権というか、まあ遊びですね。まあ僕のウイスキーの好みが分かるようになるのかなという遊びでございます。まあですので別に、ね、ウイスキーの優劣とかハイボールの優劣をつけてるわけではございませんので、そこだけはあらかじめご了承ください。はい、ということでハイボールを2つ作りました。まあ同じ日課なんでね、アルコール度数も一緒ですよね、45、45。はい、そしてまあこの特徴というと、まあ、与市はね言わずと知れたマッサン竹鶴松坂さんがスコットランドで修行をして勉強してきたものを実現させた、もういわゆるピートの効いた力強い石炭直火炊き蒸留、今でも続けてます、その与市です。そのマッサンが与市蒸留所でね、やっと売れて成功しだして、じゃあ次はもっと華やかで軽やかな
ウイスキーを作ろうということで蒸留所の地に選んだのは今度は宮城県、はい、仙台の近くですかね、宮城県、僕もね宮行ったことないんですよ。まだ蒸留所は行きたいんですけどね。だから同じ日課でも味わいが全然違うシングルモルト2本になります。はい、では宮城県からいただきます。華やかだ、すごい。今日は、リンゴのフルーティーがあるんですけど、僕はちょっと、今日の宮城はフローラルが僕の中では勝ってますね。なんかすごい、華やかなお花畑の感じがして、でも、リンゴの感じがしっかり効いてて、さすが宮城県、美味しいですね。はい、では余市です。おー、石炭直火炊き蒸留の惑うことなき力強いピート感。うわ、これはやっぱり華やかさ対力強さ、まあ事前にね思っていた通りの対決でめちゃめちゃいい勝負です。これはね難しいな。一口目の飲んだ段階では今日のね僕の気分ぐんぐん、もうまだね決めかねるところがあって、その辺ではもう全くのイーブンですね。宮城県もね、余市もね、まだ行くとこ行けば4000円台で多分買えますんで、高くても5000円台でしょ。定価で、ほぼ定価で、買えます。で、商品もその品薄じゃないんで、特に宮城県は。余市の方がまだ人気があるんですよね。メジャーなんでしょうけど。サントリーのね、やっぱ広告戦略に負けて日課は押されてますけど、意外と名酒が多いですよ。はい、宮城県は美味しいな、華やかだな。うわ、もうこのリンゴのフルーティー感が押し寄せてきます。炭酸で上がってくる、美味しいです。余市です。こちらはベースに感じるこのガツンとくるフィード感、そしてその中にあるほんのりフルーティー、まあフルーティー感もあるんですけど、ピート&やっぱりモルトですかね。モルティーな、多少ウッディっていうか、石炭直火炊きってやっぱ違うんでしょうね、やっぱ味わいがね。かなりこう、なんかガツンとくる重さが、そんなにボディがフルボディってわけじゃないんですけど、なんかこう、麦の重さとピートの重さがガツンと入ってきますね。宮城県です。今日はすっごいフローラル、でもベースがリンゴ、美味しいな。余市、飲み応えはこっちの余市でございます。宮城県は本当軽やかでスムーズ、清涼っていう言葉が似合うような、感じのスキッとしたシングルモルトですよね。これは共にいいですよ。はい、一杯ずつ飲み干しました。忖度抜きで今日の勝敗をつけたいと思います。
はい、では今日の判定をねしていきます。難しいです本当に難しいです。今日は高校生が違うんでね、共にね、美味しさとか香りとか風味とかそういう面ではもうイーブンですから、あとは今日の僕がどっちをより欲したか、より美味しいと感じたか。はい、決まりました。はい、今日の勝ちは、宮城京勝ち。余一もね、よかったんですよ。いつものガツンとくる感じ、ガツンとくるいいビート感と爆破感、いつもながら華やかでフルーティーな宮城京でですね、今日はより強く僕にこうガッときたのが華やかさなんですよ。ベースがね、リンゴが流れていて、そこにフローラル感がうわーっと押し寄せてきて、こっちもね、力強くてピート感でも、そのね、どっちが今日の僕に効いたかというと宮城京の方がなんか響いたんですよ。でもそのほんのちょっとの差ですけど、今日はね、宮城京の勝ちにさせてもらいます。はい、今日の結果を含めた勝敗表こうなりました。まだ2本ともこれ、ね、多分優勝候補だったんじゃないですかね。ちょっと僕のうろ覚えですけど、余一はトップを走ってたのがちょっと落ちたかな、わかんないです。でもまだまだね、あと2戦がありますね。第8回り目、9回り目。まだ2本ともこれ優勝の圏内に残ってるんじゃないかなとは思うんですよ。なかなかやっぱり、いいボトルが優勝争いに残ってる。そして、意外とね、7戦まで終わって、確か3勝4敗が多いんですよね。あと2戦を、2連勝するボトルがあると、3勝4敗のボトルは勝ち越せるんですよ。5勝4敗その辺も見ものですよね。見ものですよねって僕が決めてるんですけど、でもね、僕は本当に冗談抜きで、忖度抜きで、その日の味わった気分のみで決めてるんで、もう勝ち負けはその時の、もちろんウイスキーの出来の良さとか美味しさ、僕の好みはありますけど、同じように美味しいウイスキーが多いんで、時の運っていうのをかなり大きく作用してきてるこのハイボール選手権です。はい、ということでハイボール選手権7回り目終わりました。毎週木曜日はこんな感じでハイボール選手権で遊んでます。他の曜日もね、いろんなお酒で遊んでます。まあウイスキーをメインでやってます。ウイスキー好きの方はぜひぜひ、またね、ウイスキーじゃなくても焼酎もジンもビール、その辺はやりますんで、いろんなお酒好きの方、もしくはその蒸留酒じゃなくてもね、まあ、一緒になんか日本酒飲みながらでも僕のウイスキー談義を聞いてくれたら嬉しいと思うんで、ぜひね、皆さんチャンネル登録していただいて、一緒にね、ウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のお宅も今はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。